あ、小田さん、ありがとうございます。よし、よし、どうも、はじめまして。はじめましてですね。そうですよね。はじめまして。はじめましてです、ほんと。でも、一回だけエレベーターですれ違ってるんですよ。どこの？僕が帰らされました。ほう。エレベーターで、はじめさんが、ここのビルを。そう、ここのビル上がってきてるんですね。はじめさんって本物だ、みたいな。あでも、あの時の。ああ、ということで、今ね、はい、あの隣の部屋で、結構長い時間の動画撮っちゃったんですけど、はい、彼が昨日か一昨日、どっこいさんにあの謝りの、そうさ、謝罪の LINE が謝罪の LINE 来たんですね、はい、で、LINE でなんか X にも書いてあったよね、 X に書いて、まあ、LINE にも書いてあったっていう、そうそう、で、俺はその X を見たんで、彼やっぱりちゃんと謝りたいって言ってるんですよ、はい、絶対どこさんに会いたくないって言ったらそれまでじゃないですか、うん、そうです、僕とも穏やかに話せました、はい、だからこういうことってさっさと済ました方がいいからっつって、あの実はすぐ近くまで来てるからっつって今出ましたって感じです。ちょっとまず自分の口からどこさんに何か言いたいこと何でもいいから言いなよ。一言で言うと、まあ、いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。本当今日こういうワツク出てきてありがとうございます。あ、とんでもないです、はい、もう俺本当一時期はお前のことを許せなかったし、はい、あのやるなら本当とことんやろうと思ってたけど、はい、でお前って悪いやつじゃないじゃん。ちょっとお前が心配になった俺は、今後どうしていくのかなって、はい、やっぱお金ないのも知ってるし、はい、あとさ、はい、ちょっと話の腰を折るようで悪いけど、林さんにも言うことあるよな。ブロックしてすいませんでした。いやそんなそんなブロックみたいな、いやいや僕もね、あのブームに乗っかってすいませんでした。僕出てないのにね、岩井さんの前で言うのもなんですけど、1対6に見えて、で僕はあのもし現場にいたら、なんかもうちょっとそばに寄り添うようなことを言いたかったなと思ったんだけど、でも自分がそこに出てて、そんなことしてたらこんな有名にはならなかったね、きっとね。そうです、有名間違いないよ、めちゃくちゃ有名になってるよ今。もう今全国の小学生がモノマネしてるってよ。地元に戻っちゃって、その最前線の流行りを感じられてないんじゃない？今大変なことになってるよ、都内は。ただ僕さっき言ったのは彼に、これも本当に1、2ヶ月だよって。あ、本当そうっす、うん、間違いなく人ってすぐ忘れていくので、これがずっと続くと、もし本田君が思ってるんだったら、これは大きな勘違いなんで、今のうちにこのことをちゃんと生かした上で何かを始めないといけない。やっぱ彼今こういう風になっちゃったんで、いろんな手が押し寄せてくる気がするんですよ。例えば別のホストクラブからお前来いやっていう声がかかったりとか、もしくは YouTuber でこれに乗っかりたい人いっぱいいるじゃないですか、うん、そういう声がこれからもどんどんかかると思うんだけど、はい、こんな一瞬にして終わるから、これで食っていこうと思ったら絶対大間違いなんで、本当にこれからの自分自身を考えなあかんと思うよ俺は。あのちょっとドストライブの質問なんだけど、はい、なんでそんな優しいんですか？彼の本質を知ってるんですよ。うん、彼が騒ぐ理由も世間に注目されたいとか、うん、やっぱ根が悪い子じゃないと分かってるんで、うん、まだ話してないんで全く店舗側にはどういう反応か分かんないですけど、うん、からちょっと話してみてもいいかなっていう。本当悪いやつじゃないのは分かるんだけど、いろいろ問題あるね自分。問題はありますやっぱり。あるだろう。その自覚は持った方がいいってば。例えば何が問題ありますか？すぐ切れる。俺もひそろくね。